こんにちは、ゼキザップです。今回は一条工務店の平屋で床暖房をつけっぱなしにした際の冬の電気代に関する動画を作ってみたので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、一応普段このチャンネルはバイクの動画になっているんで、初めて再生する方もいるだろうということで、軽く状況をおさらいしておきたいと思います。自分は約半年前の2023年の6月ですね、その時に一条工務店のグランスマートで家を建てて、まあこれが初めての冬、初めての床暖房を使った生活っていうのをね、送っている、最中となっております。で、家の仕様としては31坪の平屋で吹き抜けはなし、7キロワットの蓄電池が備え付けられていて、太陽光発電は 13.4 キロワットをパワコンで10キロワット未満に制御している状況となっております。なので、この動画の中では1日を通して外気温の変化とともに、このね、室内の温度がどう変化していくのかっていうのをお伝えするとともに、動画の最後では1ヶ月の電気代をお届けしますので、結論だけ気になる方は動画の最後を見てもらえればと思います。そして床暖房の設定についてなんですけど、一応この31坪の平屋は、6つのエリアに分かれた温度設定ができるようになっております。まあ、こんな感じで、洗面所と、あとは1つ目の部屋、で、リビングとかキッチンとかのエリアと、あとは主寝室、そして部屋2つ分ですね。まあ、こんな感じの6つに分かれていて、それぞれ温度を変えられるんですけど、とりあえず初めて使うということで、細かい設定は抜きにして全部24度で統一していました。なのでこっちも同じですね。すべて24度設定です。なのでこの24度設定で、果たしてどういうね、電気代になるのかっていうのをお伝えできればと思います。で、まずは一番冷えている玄関ですね。今時刻が5時半過ぎたところなので、外気温で言うとマイナス1度になっています。まあそういった中、こちら玄関の方の温度なんですが、18.6 度で気持ち寒いんですけど、まあ常にここ人がいるところではないので、十分かと思います。続いてはリビングですが 20.4 度ということで、こちらは快適ですね。で、最後、脱衣所になりますが、19.8 度ということで、若干20度を下回ってしまいました。ただ、それでも、自分たちがお風呂に入る時間帯は、ちゃんと20度以上の温度になっているので、特に気にすることなく生活はできております。はい、そして当然ながら、床暖房を使っている間は、蓄電池の容量だけでは賄うことができませんので、こういったね、朝方になってくると、電気を買っている状況となっております。ただ日中は電気は買わずに済みますし、あとは蓄電池でね、夜中も多少賄えているので、あんまり電気を買う必要がないっていうところが事実かと思います。ということでこんな感じの流れで一日通してやっていくんでよろしくお願いします。はい、それでは時刻も9時になって、だいぶ発電が良くなってきましたね。発電状況は 5.1 キロワットですね。で、消費が今 0.3 ということで、床暖は動いていない状況となります。なので、だいぶ充電に回っていて、もう 50% 近くまで充電されているんで、まあ、この分だったら10時頃には満充電になっているかと思います。で、一応今、うちの設定上、エコキュートは11時に、作動するんで、まあ、それまでには十分間に合う感じになってます。ということで、とりあえず、時間になったんで、一旦バイク屋さんに行きます。さあ、それではオート販売に向かっているね、状況となっておりますが、話の内容はね、床暖房についてやっていきます。で、床暖房のある生活を1ヶ月やってみて、あ、床暖房いいなと思ったところを、上げていきます。まず一つに、音が静かっていうところですかね。やっぱ自分こうやって YouTube の撮影及び、まあ、このアフレコについては家の中でやってるんで、まあ、そういった時にエアコンとかのね、音が入らないっていうところは非常にいいなと思っております。あとはその分ね、眠りが深いっていうのもあるかもしれないですね。静かなので非常にぐっすりと寝ることができます。そして二つ目はいつでも快適っていうところですかね。今自分期間限定なんですけど、工場でライン勤務やっていて、まあ、交代勤務で夜勤とかやったりするんですけど、帰ってくる時間が朝になったり夜になったりで、寝る時間が夜だったり朝だったりとか、まあなかなかね、変化の激しい生活しているわけですけど、まあそんな状況でもいつ帰ってきても快適だし、起きるのも楽だし、風呂に入るのも楽っていうところで、冬の交代勤務でかなりハードだろうなと覚悟していたんですが、家に帰ってきてしっかり休めるっていうところが床暖房でしておいてよかったなという感想ですね。そして3つ目になるんですが、思っていたよりも電気代がかからなかったっていうところですかね。うん、
まあこれは結構自分も懸念していたところではあったんですよ。まあやっぱり一畳工務店で建てるとなると床暖房嫌でもついてきちゃうじゃないですか。なので、いや電気代高くなるしね、うん、床暖房を使わずにエアコンで過ごした方がいいんじゃないかと思ってはいたんですが、いざ使ってみたら、あ、思ったよりは電気代いかないんだねっていうところですごい安心しましたね。まあ、自分のイメージよりも半額ぐらいで済んだので、案外ネットに出てる情報ってまあやっぱりこうね、住んでる場所も違うし家の仕様も違うので必ずしも同じになるわけじゃないなというところが分かりました。なので結局この動画も同じ条件にしたところで同じ電気代になるわけではないということで、うん、まあ結局意味があるんだかどうかわからない感じにはなるんですけど、まあ一つのね参考になればということで一応作っております。ということで、じゃあちょっとバイク屋でのやり取りの方は別で動画作っているんで、じゃあ家の方に戻りまして、現在の室温と消費電力とかもろもろまたねまとめていきます。さあそれでは1時間ほどバイクに乗ってだいぶ体も冷えてきたんですが、まあ、こういう時に床暖だと嬉しいんですよね。あったかい。はい、で現在玄関で、まあ、一番家の中で、ね、寒い場所なんですけど、温度が 18.8 度ということで、まあ、朝とさほど変わってないですね。で消費の状況は 0.6kW 消費してるんで、まあ、多少どこかしらが動いている感じになってます。まあ、それでもねそんなにガンガン使ってる気配はなさそうですね。で、あ、バッテリーももうほぼ充電が終わりますね。順調ですね。狙い通り10時前には終わりそうです。さあ時刻はお昼になりまして、リビングの温度は 21.4 度、だいぶ温まってきましたね。で現在エコキュートの方稼働しておりますので、消費の方は 1.9kW になっていますが、まあ晴れてるんで発電の方が当然上回っていて 8.3kW、 うん、問題なしですね。だいたいこの季節だと2時間から3時間ぐらいですかね、まあ、エコキュートが動いてる感じになります。まあこれからなんですけど、またバイク屋に行く必要もあるんですが、それまで時間もあるので、こちら、お決まりですが焙煎タイムということで、パプアニューギニアのハイランドスウィートですね、こちらを焙煎していきます。もうすでに、妻の方にハンドピックしてもらって豆が用意してあるので、こちらをね使っていきます。今日はそうですね、中入りぐらいまでやっていこうかな。うん、まあ、そんな感じで、焙煎してでまたバイク屋に行ってで、まああれですかね、最後動画の方では1ヶ月分の電気量ですか、まあ、それを出して締めたいと思います。そしてだいぶ日が西側に傾いてきたので、こんな感じで発電も 6.1kW で、消費については今室内が完全に温まっているので 0.3kW で、床暖房は作動していない状況になってますね。うん、なので案外電気を使わないっていうのがこれでわかるかと思います。よし、じゃあとりあえず一旦またねバイク屋さんに行ってきます。はい、それではバイク屋から帰ってきまして、時刻が4時35分ですね。で、まあ日がもう落ちたので発電は終わっていて、もう放電に入っていて 0.3kW 放電しているので床暖は動いてなさそうですね。うん、とりあえず中入って状況を確認しますか。まあ、で今日売った量は 35.8kW なんで、まあ、なかなかですね。そして玄関なんですが、こんな感じで 19.9 度、まあ朝が 18. 何度だったかな、まあそれよりは暖かい状況になっております。まあこのまま温度がどんどん下がっていくんですが、まあ基本人がねいる場所ではないので、まあ設定温度変えずにこのまま行きます。で、まあ、普段はやっぱり玄関からなんだろうな、冷気って入ってくるんで、まあうん、ドアは閉めてる感じですね。でリビングの方になるんですが、室温が 21.1 度で、で今外気の方は8度ですね。まあ上出来ですね。床暖の設定24度で室温20度を超えていれば、まあ今のところ設定温度を変える必要はなさそうですね。うん、
まあ、ただ1月2月でより寒くなってきた時に、まあ、このね室温というところが20度を下回るようであれば、うん、まあ、設定温度を変えていって、まあ、その時のね電気代についても改めて報告したいと思います。よし、ということで、じゃあ最後は結果を載せて終わりましょうかね。はい、それでは年も明けまして1月1日の9時47分ですね。床暖房の設定は相変わらず24度なんですが、現在リビングにおいて室温は 21.8 度ということで、まあ、問題なく快適ですね。そして一応他の部屋も見ていきますと、まずは、玄関、20.3 度ということで、ここが一番寒くなっているはずなんですが、しっかりとね20度以上キープできております。はい、脱衣所についても 20.6 度ということで、まあ、こちらもね、まあ、お風呂に入るのが非常にこれで楽な状態で過ごせております。はい、そして2023年の12月1ヶ月、24度設定で床暖房を使った結果になるんですけど、まず太陽光の発電については 1440kWh となっていて、で、消費が 505kWh となっています。まあ、ただ、売電の方が 1005kWh で、買電が 117kWh。まあ、電気代の方はこちらのね、買った電気の方になっていきますので、117kWh に、まあ、その時の電気代ですね、まあ、かける35になるんだか、またさらに上がっていくんだかっていうのはわかりませんが、まあ、それを掛け算してもらえば、基本量を足して、うん。まあ、いくらの電気代なのかっていうのが見えてくるかと思います。まあ、個人的には、まあ、床暖房を使ってこの快適さでこの電気代だったら、まあ、まだいいかなっていう感じですね。まあ、もちろんね、床暖房の設定温度を何度にするかによって、この電気代っていうのは大きく変わってくるんですけど、まあ、自分は、まあ、設定温度をいくつにするかっていうよりかは、この室温ですね、これが20度を下回らないように暮らすっていうところを、意識して設定していこうかと思いますんで、またね、24度の床暖房の設定で寒くなるようであれば設定温度を上げて、まあ、その時の電気代については改めてお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。